さあ、やっていきましょう。西山フィッシュチャンネル、うなぎ編ということで、はい、本日は、なんと、10万匹に1匹の幻うなぎがね、手に入りましたので、そちらの方をね、さばいて、蒲焼きにしていきたいと思います。そのうなぎが、こちら。はい、こちら。これね、パンダうなぎ。まあ、普通のうなぎなんですけど、養殖してる段階で、確率で言うと10万匹に1匹の確率で、こういうね、こう突然変異的な、なんかアルビノ的な感じで、色素欠乏症みたいなのが出て、こういうね、まだら模様になってしまううなぎが出ちゃうんですって。これはね、たまたまあの、ゆうきさんの知り合いのつてで手に入ったので、これをね、さばいて食べていこうかと思います。ペットにおすすめだね。ペットにおすすめ、確かに可愛い。可愛い。そう、あのね、顔がね、可愛いんですよ。ほら、可愛い顔してるでしょ。まあ、顔はね、まあ、うなぎなんで、一緒なんですけど、可愛いんですよ、この子が。やべ、やべ、やべ。よし、それじゃあ、早速、うなぎをね、開いていきましょう。こんな感じで、氷水にガンガンに冷やしても、加湿状態にしておきます。あの、ジュースも冷やしてますけど、そんくらいね、ガンガンに冷やさないと、うなぎは、さばきません、さばけません。特に僕みたいな、うなぎさばき初心者だとね、かなり厳しい戦いになります。よし、やってるで。ほら、こんな、デロンデロンにしなきゃね、さばきにならんもんで、こうして、こんくらいで、よし、これで動かんくして、まっすぐにして、ちょっとうなぎあのさばき本当に初心者なんで、でこれが復活する前にさばいちゃいます。あ、すまんな、これまだ痛くない、ちょっといる。あ、お願いします、サポート。開けてないね。あ、骨ここだ。骨のね、下入ってましたわ。申し訳ない、皆さん。うなぎの肝取っちゃいますね。で、取っちゃって、これうなぎ裂くのって本当難しいですね。ちょっと予想以上でしたわ。アナゴよりもね、全然むずいわ。よし、ええじゃないか。ええかな、うん、ちょっと骨残ってるかよ。まあ別にいいよ、バリバリ言いながら食え。食えやええね、バリバリ言いながら。細かい骨は焼いちゃえば一緒か。もう溶けるらしい。まあうなぎはこんな感じで、まだらまだらですからね。まあこんなもんでしょう。穴5個開いてますけど、こんなもんで。よし、それじゃあ早速焼いていきましょう。よし、じゃあ例によって炭焼きでいきたいと思います。ちょっとね、うなぎの先かと、またおじさんに教えてもらわなあかんですね。1年経ったら忘れちった。はい、ほんで、あの、ゆうきさんのお家のうなぎもね、一緒に焼きたいと思います。あ、でもこれもう白焼きだから、こっちの白焼きができたら一緒にね、タレ漬けしていきましょう。これは可愛かったもんな。裂かれて、焼かれて、食べられて。油乗ってますか。バリバリですよ、見てください、じゅわじゅわ。さすが養殖。もう養殖のハウスを、ハウスの何万匹っていう入ってる中の1匹取れるかどうかですもんね。そう、養殖業者からしたら出ちゃうって感じ。うん、どうしても出ちゃう。出ちゃう、何でも。見てくれは不細工ですけど、味は天下一品ですから。お、すげえ油。ほら、うん、すんごい油。おい、あ、でも焼くと分からんね。分からん、分からん。出とるかもしれんな。いい音がするわ。まさに夏の音ですよ、これ。うん、
土用紙ですから、もうすぐこの動画上がる頃にはもう土用紙直前かもしれない。直前だな。まあでもちょっと分かるの、ちょっと薄いっすやっぱり黒が。そこまで見る。まあでも垂れつけちゃったら分からん。分からん、絶対分からん。垂れつけちゃったら分からん、確かに。ちょっと骨残ってるかもしれないんで、よく焼きでいきます。うん、うん、食うの会長だに。食うの俺か、そうか、食う会長だに。ゆきさんも食うっすよね。食うよ、いいとこな。いいとこ、いや、いいとこに多分骨がある、この真ん中に。ほんと。バリバリ食った。うなぎの骨、骨せんべいで食いますからね。おお、そう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 。おお、いい感じに火が出てきたね。おお、もう油がすげえもん。ほらええぞ。まあ、裂くのは三流だけど、焼くのは一流だもんで。お、ほ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 。いやいや、もう焼くのなんて誰でも一緒だもんでね。焦がさんきりゃ。お、焦がさんきり。でも炭で焼いたからな、やっぱ。ああ、全然違え。バーナーっていうか、なんだ、ガス台で焼くのと、炭で焼くの全然違うっすよ。炭で焼いたら絶対。でもっと言うと、備長炭で焼くともっと違う。買ってきてくれ。ビジュータこの炭の3倍するで。木炭の3倍するっすよ。なあ、綺麗でな、でもいいでな、あれ。あれ、でも持つもんね、一回火ついちゃうわ、ビジュータ。コスパ的にはそんな変わらんっすよ。え、木炭だとすぐ火つくもんで。綺麗な、ほんと油。油やべえ。もうええかな。熱っ。おー、おい、食べ。あー、取り直しが効かない1匹だね。そうですね、10万匹に1匹だもんね。じゃあタレ塗りに移行します。これ前のうなぎ動画でもあった結城さん家の特製うなぎだれ、10年ものです。これいけ。ほら、うなぎの油で、油じゃねえ、タレがめっちゃ弾かれる、やばい。え、こんな弾く、こいつ油やばいっすわ。見てください、油がなあ弾く、めっちゃめちゃ。でも確実に進行だよ。うん、あっつー、あえ匂いするわこっちは。もうやばい、うわ、やばい、これめっちゃいい匂いする。うまそう。 YouTube であれだな、匂い出せる機能出したらいいなこれ絶対。もうそういうカメラ作ってください、パナソニックさんかソニーさんかキヤノンさんか。めんどくせえもんで、魚広場来てくださいって言え。焼いとるね、あっこ。うわ、うまそう。え、めっちゃうまそう。うん、裂くの失敗したけど、焼くのは失敗じゃないこれ。なあ、ほら、これタレ乗らんな、マジで乗らん、マジで乗らん。え、こんな乗らんことある。火力も十二分なのにタレが乗らん、うん、油がやばすぎて。おーし、うわ、すんげえいい匂い。これやばいっすわ。だって分かるもん、絶対うまい。100% うまい、こんな。これ周りの家の人なんだなんだって集まってきちゃうこれ。うわー、もう最高、サイ&コー。あ、乗ってきた乗ってきた、結構乗ってきた。やっぱ火を通すとね、乗るっすわ。よし、いいでしょう。よしさん、 OK です。よいしょ、これ、うわ、やばすぎ、うまそう。ゆうきさんちのね、食べる冷凍のうなぎも一緒に焼いてあげます。冷凍のうなぎもね、炭で焼きはまあうまいっすからね。あ、こっちは背開きなの、うん、多分東京の方のやつだね。いや、東京じゃねえ、絶対東京じゃねえ。中国か。いや、違う、絶対一式のやつ。本当に、うん、一式で背開きってあんまないっすよ。そう、うん、ヨーマンからもらったやつだ。本当に。うん、珍しいですね、この辺で背開き。本当、はい、
うん、愛知って基本なんか腹開き、あ、本当のイメージがある。多分意識もやったと思う。マジか。わざわざ中国まで行って買わんけよな。意識が中国産の多分その人が多分背開きがやりやすいよ。まあ人によるか。おい、そういうことでうなぎちゃんいただきます。ちょ、僕この尻尾の方一回いただきますよ。これこれ肉厚ですよ。いただきます。うん、まっ。俺のいいとこもらっていいよ。うん、いいっすよ。うん、うめっ。あのね、うん、外パリパリ中ふわふわ。マジで皮が進行ってやっぱこうなんですよ。皮がね全然気にならない。ゴムじゃない。お、でかいのいきますね。うん、ちょっと熱い熱い。なんだこれ。骨に骨ないっすよね。うん、骨ねえよ。マジマジ、僕多分骨ちょっと残ったと思うんですけど。全然残らん。全然ね、食ってみて。でもやっぱ炭焼きの火力がいいんかな。全然全然あれっすもんね。うん、うめえだろ。うん、やっぱね、一色の新興のうなぎ最高ですよ。100点日本一。うん、食っちゃっていいですかこれ。いいよ。一口食うたら後悔するでな、後で。あっかっ。でもうまい、うまい。完食。うん、だから後悔するだろ。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。うん、お疲れ様でした。まあまあ油にとるね。意識に動いてたのかね。意識意識意識、絶対意識。うん、はい、開き方が違っただけだ、うん、はい、ということで今回は10万匹2匹の幻のうなぎを食べてみました、うん、最高でした。まあ、いつもの食べる一式のうなぎの味一緒でしょ、変わらん、うん、最高のうなぎでした、うん、相変わらず。相変わらずね。見た目が悪いだけですよね、やっぱり。見た目悪いっていうか、あれね、観賞用。うん、あ、確かに観賞用。あれ可愛いでね、うん、あれ、でもあれはあれの種類で売れば売れるじゃないかな。いや、売れる売れる。ですよね、普通に売れる。まあでも10万匹に1匹だからそんな数が揃わんもんで、うん、売りにくいのかな。監修には出てる、出てると思うけどね、うん、多分裏ルートでしか手に入らんやつですよね。ヤフーオークションを取ったけどね。本当ですか。マジマジマジ。へぇ、でもヤフーオークションで買ったやつ俺食おうとは思わないよ。まあまあ確かに。僕もヤフオクで騙されたんでね、一回。まあ騙されたっていうか、まあ説明書をよく読んだらちょっと冷凍発送ですみたいなあったけど、でも冷凍発送にしてもちょっと凍り方はちょっとね嫌だったんで、はい、ヤフオクでもね、多分その段階結構踏んどるもんで。あ、まあ確かにそうだ。でも油落ちちゃっとるもんで、うん、まあ土曜日食前ということでね、まあ、急遽うなぎ企画をね、やったんですけど、うん、幻の伝説の10万匹2匹のパンダウナギ最高でした。最高。皆さんも土曜日はぜひ一式のうなぎをお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回広告期待、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。